カー君は犬殺しのゲス野郎。でも人間も犬も木も車もうんこも何でも人間に見えちゃう病気だから仕方ない。ある日カー君の元へ忍び寄る正義の使者、その名も虐殺乙女チクロちゃん。守れ弱者の平穏、救え平等な社会。そのために今日も無益な血を流すのだ。犬殺しダメ絶対。名古屋の劇団オレンジスタが送る負け犬たちの物語、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。